武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学文学部の2017年の国語の入試について話していきたいと思います。こちら国語ですが、まず、配点が75点、時間が90分となっております。でその中で、題問が4題出されており、その題問4題のうち、現代文の評論が2題、古文が1題、漢文が1題という形に、なっています。で全体的に文学部は文章長めになっていますので、まあ90分でも、まあ文化構想などと比べてもかなりその、量という部分で苦戦する学部かとは思います。なのでまずはこの問題をフルに解いた時に時間が本当に90分で終わるかどうかで、まあ、多分終わらないと思うので終わらせるっていうところの練習がまずは必要になるかとは思います。で、ここの問題結構選択肢も長いものがよく出てくるので、要約問題、というかその全体内要約そのものを書けという問題が出てくるわけではないんですけど、要約ができてないと全体内容をちゃんと追っていないと解けないような選択肢、一見その部分だけで見たら当たりと思えてしまうような選択肢っていうのを割と出してきたりはするので、こういった部分に対応できるようですね、やはりその特に現代文だったら現代文と格闘する、だったり、まあ開発講座だったりですね、あとはその早稲田の顧問を、まあ、他学部も含めてちゃんとやっておいて、どのレベルまで要求されて、まあ、どうすれば答えられるのかっていう基準をちゃんと、学習しておく必要があるかとは思います。で古文や漢文については、まあ、このレベルまでちゃんとルートを終わらせていれば十分対応できる、難易度であるとは思いますが、文法などは結構細かいことも聞いてきたりはするので、このあたり、まあ入る時点でもう一回そのあたりをちゃんと覚え直してですね、置いた方がいいかと思います。で古文に関しては、まあ、よく出る作品のテーマの知識、まあ、文学史ですねと、その単純に作品のどういうものでっていうだけじゃなくて、どんな内容だったかって読んで、ああこの作品この話かっていうのが多少なりとも情報として持ってる状況で取り組めるように、しておいた方がいいかとは思います。全体的には早稲田レベルで、まあ、要約を意識して、まあ、早く解くと、このあたりを、意識してやっておくという形ですね。まあ、全体的に時間のきつさ的には割と、早稲田全部の学部の中でも、結構ハードル高めかなと思いますので、まあ、まず自分が本当にちゃんと解き切ろうと思ったらどの程度の時間がそれぞれの問題かかるのかを意識して、どこで縮めていくかっていう部分をちゃんとシミュレーションしてですね、そこの短縮を図るように心がけてください。以上が国語の勉強となります。